エイキナーゼアンカータンパク質13は、ヒトアカップ13遺伝子にコードされているタンパク質である。エイキナーゼアンカータンパク質類は、構造的に多様性を持ったタンパク質の一群である。プロテインキナーゼ A の調整サブユニットに結合する共通機能を有しており、ホロ構造を細胞内の別々の場所に縛り付ける。この遺伝子はアカップファミリーのメンバーをコードしている。 この遺伝子の選択的スプライシングの結果、d b l が遺伝子総同ドメイン及び、プレクストリン総同ドメインを含む異なるアイソフォームをコードしている、少なくとも3つの転写バリアントが生じる。DH ドメインは低分子量、GTP 結合タンパク質である、ロー、ラックファミリーのグアニンヌクレオチド交換活性化に関与しており、 不活性型ジートペースをシグナルを伝達することができる活性型に変換する。pH ドメインは多面的な機能を有している。したがって、これらのアイスホームは、ローシグナル経路をまとめる足場タンパク質として機能し、さらに、プロテインキナーゼアンカータンパク質としても機能する。アカップ13は、エストロゲン受容体アルファ、クトンネル1。 プラカー2へと相互作用することが示されている。ありがとうございます。